はい、皆さんこんにちは。今回はですね、スイフトスポーツに限らずなんですけど、車用のねスマートフォンホルダーを購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。はい、ということでね、こちらが買った商品ですね。購入した商品2つあります。1つクリップ型っていうんですかね、とあと吸盤型ですね。まあ普段ね売ってるような、吹き出し口にねつけるスマートフォンホルダーもあると思うんですけど、四角い方というんですかね、そちらの方はねちょっとガタついたりとかねすると思うし、なんか傷つくのも嫌じゃないですか。で丸型もあるんですけど、丸型はねもう丸型のとこしか、まあ当たり前なんですけど挟み込んでね、取り付けるとは思うんですけど、まあこれはこれでね、悪くはないと正直思います。ただね、僕がちょっと気になった商品の吸盤型とね、このクリップ式クリップ型、これはね結構ねいろいろ使えるのでいいかなと思いましたね。ちょっと試しにつけたんですけど、まあ、クリップ型はですね、メーターフードっていうんですかね、そういうところにも挟めるし、サンバイザーのとこも挟めるし、あとミラーのとこもね、ルームミラーのとこも挟めるので、これはねいろんな場所で使えるのでいいかなって正直思います。でアームというんですかね、こう加藤式になってるんですけど、これもね、プラスドライバーで、固定するんですけど、ちょっとねプラスドライバーも持つのがちょっとめんどくさいんですけど、まあ動くぐらいのねギリギリの硬さで調整すればね結構使えると思うんでね、調整もできるし、これはね結構いいですね。まあ車以外でも使えるっていうのはメリットですかね。こんな感じでね、どうですか、いろいろね試してつけてみたんですけど、まあこれからねちょっと走行動画も撮ったので、そちらもねちょっと見て検証していきたいと思います。こちら吸盤型ですね。吸盤はですね正直ガラスにねつける分にはもう正直何でもいいかなと思ってます。ただね吸盤もね強い吸盤と弱い吸盤があるんで、ちょっとしたね振動でバチャンと落ちちゃったりするんで、その辺ねほんと正直買ってみないと分かんないんですけど、今回買ったね吸盤型はですね結構粘着力がもともとありまして、なのでトゥルットゥルのね吸盤じゃないんですよね。なので結構落ちないです。ただ剥がすのはちょっと大変かなっていうのはありますね。まあでもねこの吸盤はですね一応説明書見るとですね、もう洗えば何度でも粘着力が復活するということを書いてあったので、まだその辺は試してないんですけど、後でね試してみようかなと思うんですけど、まあこれだったらねダッシュボードでもねくっつくんですよ。まあ普段のねなんだ普通の吸盤だとダッシュボードにはですねフィルムもしくは固定の土台をね取り付けないとその吸盤式つけられないんですけど、僕が買ったこの吸盤式はですねもう粘着力なんでうまくついてくれますね。これはねもう素晴らしいなと思いますね。まあ、僕の車はねダッシュマット敷いちゃってるので、まあダッシュボードにはつけないと思うんですけど、ダッシュマットをつけてなくてダッシュボードにつけたい方はねこれはいいかなと思いますね。まあ、これもね、走行動画で、ちょっと見てもらいたいんですけど、結構ねいいですよ。ちょっとねなんだろう、やっぱぐらつきは多少あるんですけど、そこまで気にはしないならないですね。あとやっぱ視界とかをね気にされる方はね、正直クリップクリップ型の方がねいいかなって正直思いますね。はい、それではねちょっといろいろ見ていきたいと思います。はい、それではですね走行動画見てみましょう。まず最初クリップ式の方ですね、メーターフードのとこを取り付けて走ってるんですけど、まあちょっとねメーターフードのとこ
柔らかいというかちょっと安定してないっていうのもあってね、走ってるとちょっとブルブルしてるんですけど、まあ特にナビ見る分には問題ないですね。はい、こんな感じで、まあ全然ちゃんと固定されてますね。ちょっとね、段差っぽいとこも行ったんで、そちらも見てみましょう。こんな感じですね。結構ね、しっかりと止まってるので、もうバタンで倒れたりすることもなく、全然いいですよ。見やすいっちゃ見やすいですね。まあちょっと視界、まあメタフードンとかだとね、視界が悪くなるかなとは正直思ったんで、まあどうか、まあ人それぞれなんでね、ここがいいって方はこうにつけてもらえるといいかなと思います。じゃあ違う、まあミラ、次ミラーのとこ行きましょうかね。はい、次はミラーですね。こちらはミラー取り付けになります。はい、ミラー取り付けだとですね、まあ正直あの後ろの、なんて言うんだろうな、まあよくミラー見る方はね、ちょっと気になるかなと思うんですけど、まあでも全然視界的にはね、邪魔されないので、まあ普通にいいかなと思いますね。まあ全くミラーが見えないわけではないんで、まあ全然いいと思いますね。うん、こんな感じですね。結構ちゃんと固定されてますね、こちらも。はい、じゃあ段差の方を見てみましょう。はい、こんな感じです。はい、あ、全然なんだろう、ブレたりしないんで、落ちたりもしないし、外れたりしないんで、ミラーはしっかりついてるので、まあほんと全然、まあ、安定して見てられますね。はい、じゃあ次はね、サンバイザーの方見ていきたいと思います。はい、こちらがね、サンバイザーの方ですね。はい、普通に走ってる分にはね、やっぱ全然大丈夫そうですね。はい、こんな感じで、まあサンバイザーもね、結構グラグラするのかなと思ったんですけど、そうでもないですね。意外としっかりついてますね。じゃあ次段差の方行ってみましょうかね。はい、こんな感じで、うん、全然サンバイザーも落ちたりしないし、クリップもね、ちゃんとしっかりついてるので、まあ、これはね、いいですね。まあ、クリップ式はこんな感じですね。じゃあ次はですね、あの吸盤の方見てみましょう。はい、こちらがね、吸盤式で一回ダッシュボードのとこつけてみたんですけど、どうですかね。これ、ダッシュボードのとこにね、何も貼ってないんですよ、土台とか。フィルムとかね。なのでこれは普通に走っててね、こんな感じだったら全然いいですよね。ダッシュボードも汚れないし、取り付けてね、まあ両面テープの粘着 の残りとかね、つくわけでもないので、で普通に走っててね、こんな感じなので外れたりしないので全然いいですね。じゃあ次段差行ってみましょうかね。はい、ここ段差なんですけど、どうですかね。全然バターンって倒れたりしないですね。意外と固定されるのでね、この吸盤型はいいなーって正直思いますね。じゃあ次はですね、フロントガラスの方取り付けたので、そちらも見てみましょう。はい、こちらフロントガラスの方ですね。まあ、こんな感じでね、まあここもね、こっちの右端っていうんですかね、ここもね、結構視界的にはね、妨げられないので結構見やすかったですね、運転してても。でアームのね、調整もできるので、もっと手前にしたかったり、まあ遠ざけるのもね、限度あるんですけど、まあ、結構ねいい感じですね。しっかりついてますね、これも。はい、じゃあ段差行ってみましょうかね。はい、こちら段差ですね。いや全然もう外れる気配が感じられないというか、まあ完璧な感じですね。これはいいですね。はい、こんな感じでした。はい、ということでね、購入したスマートフォンホルダー2種類をね、紹介してみたんですけど、皆さんどうでしたかね。どっちか気になるっていうか、あ、これいいなっていうのはありましたかね。まあ正直ね、こ固定される分にはね、どっちもね、ちゃんと固定されていたので、どっちでもいいかなって思います。ただね、クリップ式
きはですね、まあいろんなとこ取り付けられるんでいいんですけど、結構視界も妨げられないので、いいなーと思いますね。クリップ式型だったらね、家でも使えるので、机とか挟んでね、いいかなと思いますね。で、吸盤型もですね、正直、全然固定されてましたね。ダッシュボードのところとかも素晴らしかったですね。あれはあれでいいなーと思ってね、邪魔だったら外せばいいし、で、ちょっと違うなと思えば、ね、フロントガラスの方につけて、ま、ちょっと下にはね、取り付けなかったんですけど、全然下でも取り付くし、上でもね、固定されているので、全然安定しましたね。ま、気になる方はね、URL を概要欄の方に貼っとくので、そちらを見てみてください。はい、ということでね、今回の動画はここまで。皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。